どんどん金貯まってくね。おい、何してんだ。早くドア閉めろよ。ごめんなさい。くそー、全然来ねえ。なんでいつも。どうなってんだよ。コウスケ君だ、やっと着いたな。けど学生が今時超反爆地かよ。さあもう一勝負。皆さん、はったはった、張り切ってどうぞ。さあ、爆地やってんのもうヤクザしかやってないんやな、コウスケ君以外。おい、コウスケ、さっきから負けっぱなしじゃねえか。今日はそろそろ終わりか。いやいや、全然まだまだ、こっからっすよ。こっからっすよ、景気いいな。どっからそんなに金が湧いてくんだよ。いや、最近ちょっと太いしのぎ始めたもんで、大きな声じゃ言えないっすけど。コウスケのなんか顔見たら大きいですって、顔外したくなってくんだよな。やっぱ名前言いやがって。なるほど、恵子さんから巻き上げた金をここの軍資金にしてるわけか。やっぱり黒みたいだな、コウスケ君。これで普通の大学生なんて言わせないよ。お好み焼き二郎、大きに。海藤さん、こっちは例のビルを出た。コウスケ君は散々負けておけらだ。おけらっていうの聞かないけどな。じゃあそろそろどうだ、タボ。もうよ、初めてぐらい聞いたんだけど。チョクでコウスケ当たってみようや。うん、俺もそう思ってたとこ。よし、なら車もそっちに回す。お仕置きタイムだ。お仕置きだべ。桃源郷映ってる。ああ、ちょっとお兄さん、落とし物。あ、落としたって何をです？何をって、まあいろいろあるんじゃない。あるんじゃないか。おい、両親とか罪悪感とか、どっかに落としてきちゃったでしょ。あ、なんだよてめえ。なんだよ。最近罠にはめた女の子がいるよな。ぼったくり店とつるんで120万の会計を追っかぶせた。120万えぐいんだな。やっぱどの話か分かんないぐらい何人も騙してる、この野郎。誰だお前。こっちはバックに登場会がついてんだ。それでも因縁つける気か。登場会、なんか春日一番にやっぱ聞こえるんだよな。ビビりやがって。もっと相手見て喧嘩売れ。登場会ならもうとっくに解散したろ。解散したろ。そんな名前出してビビらせよってのは、あ、ちょっとどうかな。あんな、やんのかこら。やめといた方がいいと思う。何が似てるんだろう。なんかさっきのパンチで大体分かっちゃったから。一番なんだよな。さっきは手加減してやったんだ。こことか一番なんだよな。瞬殺だぞ。後悔してもせえ。お前待って、知らねえぞ。わかった。なんでこんなに似てるんだ。じゃあこっからは本気なんだな。行くぞ。なんだ、はったりかましやがって。春日一番、こっちも週1でジム通ってんだ。なめんじゃねえぞ。ジャッキーチェンとかでしか見てないな。どうなっても知らねえからな。おっぽこします。何もさせない。顔面潰れろお前。何してんだ、コウスケ。花柄かわいい。なんか揉めてんのか。かわいいもんが好きなのかな、後ろのヤクザ。変な言いがかりつけてきたんすよ。あんた何なの。こいつはさ、うちの大事な客なんだ。こいつら同じメーカーのやつ着てんだよな、なんか。大事な客か。斉藤さんも一緒のメーカー着てるんだよな。なんだ。おい、そいつは俺の知らねえやつが知ってちゃいけない言葉だぜ。どこで聞いた。あんたらに用はないんだけどな。ねえ。
ムカつく野郎だ。やっちまうぞこら。EX ブーストね、ブーストかかりますよって。コウスケくん、お前にはもう死んでもらいます。よし、コウスケくんはもう、いや、マジで強いこれ。強いしかっこいいし。なんか奥で銃声あったんだけど。くそ。やってやろうじゃねえの。チェイス俺苦手なんだよな。体力減るんね。よし、もうノーミスでいく。はい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 、ノーミスです。お金が回復もあって、よし、無駄な動きが多いんだよ。ヤガミさん、よし、待て待て、パチスロ、よし、あーやっちまった。足あんま速くないんだよな、なんか八神さん。あーやっちまった、目に当たった。他でか回復取って分岐について、よし、こっちです。待てこっちだ。捕獲ね、捕まえた。なんだよ康介君、もう終わり。終わり。お前に呆れるねえ、タオ。弁護士のくせに結局手出して済ましちまう。弁護士？嘘つけ、どこがだよ。ヤガミさんって探偵じゃなかったんですか？ヒエコちゃんにもう見せつけてんだよな。本業は探偵だよ。弁護士はまあ今も一応資格を持ってるってだけでさ。じゃあもしかして、なくしそうだけどな、なんかもうポケットの中に入れてたら。そう、前はあそこで弁護士やってた。なくしたらなんかで今は探偵の仕事をできるんだったっけ。回してもらってる。なかなかできないよね。できても。そういうことだったんですね。わかったか、コウスケ君。コウスケ君、うっせえ。じゃあこれからじっくりと話聞かせてもらおうかな。あ？おう、車回してきてるぜ。仲良くやろうな、コウスケ。にか。かわいいな、海藤さんは。ちょっと、マジかよ、あんたら。こんなのやめてくれよ、なんか誤解してるって。コウスケくん。ねえ、聞いてくれ、ユウコちゃん。俺、何にもしてないからさ。てか何なのこの人たち。ユウコって誰？私ケイコだよ。え？あれ？嘘でしょ。もう信じらんない。信じらんないもん。ケイコさんにかかってる店の請求、あれチャラにしてもらいたいんだけど。そんなの俺に言われても。あと彼女がこれまでに払ってきた80万も返してもらう。そこにうちへの依頼を受けてさ、いくらになるんだろうね。バカ言ってんじゃねえ、ふざけすぎだろ。100万どこ行くんかな。女の子騙して風俗に送ってるやつが人にふざけてるとかどの口で言ってんの。よく言ったぞタボ。海藤さんの目なんかいやらしい目してたんだよな。
ぼったくり店の番号出してくれる？はなから店ともグルなんだろ、バレバレなんだよ。知らねえって。そんなの、そんなんでごまかせると思ってんのか。お前俺らが誰か分かってねえだろ。だ誰なんだよ。カムロ町の八神探偵事務所だ。それって何？いや知られてないんだよな。八神探偵事務所だよ。お前名前くらい知ってんだろ。さあ嘘つけこの野郎、何とぼけてやがんだ。もうやめようか海藤さん。うちもまだまだだよ。そうか。依頼人の前で無駄な赤っ端だよ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。あんたら悪いことは言わねえ。店に金返せなんてやめとけ。あそこの店長は同情会の寿司もんなんだよ。だからどうした。ちなみに俺も海藤さんエロい目してるんだよな。人間だ、もう本家が解散しちまったのに何が登場会だよ。だから解散するまで登場会にいた人なんだって。ならただの元ヤクザじゃねえか。元ヤクザって怖いんかな。未練たらしく大門ちらつかせやがって。元でも相手はヤクザなんですよね。大丈夫なんですか。もちろんうちはそっち系に強いのが売りですから。売りですから。でどれがその店長の番号なの。でもさっさと済ませた方がいいよ。こっちの元登場会も怒らせたらマジでヤバいから。なんなら試してみるか。え？何されるんだろうね、怒らしたら。拷問されるんかな。斉藤さん拷問するんかな。おお、どうした康介。あ、ええ、店長今は店ですか。まあな、どうした、新しいカモでも見つけたか。お前最近いい調子だもんな。いい調子だな。 いえそんな。違うのか。じゃあ例の稽古って子はどうしてる。あれはどこで売っても稼げるぞ。いい具合にビビらせて逃げねえよりうまく囲っとけ。最悪。でも店長、あの子がもし金を用意してきたらその時はどうするんです。ああそんなの決まってんだろ。まず持ってきた分はきっちりいただく。いただきます。で延滞料が足りねえとか適当な理由つけてそのまま風俗へ直行だ。なるほどな。お前なんかいつもと声違わねえか。途中で変わったんだから気づけ。最初からさすがよく気がついたね。何？誰だてめえ。この声よく覚えときな。後でそっちに行くからさ。恵子さんが払った金全部返してもらいにね。返してもらいます。うわこれ超やべえって。気の毒だけどやっぱ康介くんは最初からグル。恵子さんがいくら払っても結局は風俗で働かされる。そういう計画だったんだ。あの恵子さん、初めは確かに仕事でした。でも今は本当に君のことを。あの目殴ってるよな。もう黙れってお前。マジ切れなんだよなここ。源田さん、ひとまず恵子さんには源田先生のとこにいてもらう。あそこなら安全だから。はい。一緒にぼったくり店連れてくわけにもいかねえしな。こっからは殴り込みだ。殴り込みって、殴り込みで解決するってもう安定の仕事じゃないと思うんだけどな。今んとこそうなる可能性が一番高い。行こうか。高くはないよ。自分からしようとしてるんだよ。すぐそこだ。すぐそこだ。長熟食パンかな。源田法律事務所は弁護士だった頃の俺の古巣。所長の源田先生は
親とも言える存在の人で、神室町の住人にも長いこと頼りにされている。中尾明。源田先生。あれ、やっぱ一番好きなんだよな。お一人ですか。うん、沙織君たちは今裁判所に行ってる。よく働いてくれるよ、あの二人は。このシワがいいんだよな。わかる？このシワがいいんだよ、やっぱ。お邪魔します。ああ、この間のあの件、ぼったくりの。ああ、どうです、八神の仕事ぶりは。どんな案件でも全力投球するのがこいつの取り柄なんですよ。全力投球って言ったよな、今。本当にとても助かってます。ほほん、じゃないんだよ。源田先生、少しの間ここに恵子さんいさせてもらっていいですか。おお、別に構わねえよ。ちょうど暇してたとこなんだ。よし。お、ダウンロードコンテンツ。はい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 。ここで紹介するんだね。珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか。ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君、二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか。いや、ちょっとやりたそうにすんじゃないよ。迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね。ああ、二ヶ月ぐらい前にあったやつだ。怖いよな。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから。世も末よ、テレビで何でも流れてたろ、世間の注目度ってそういう意味じゃでかい山だよ。俺でこういうのでなんか電車乗りたくないんだよな。あ、俺が痴漢されるってわけじゃないよ。ネットで炎上してたやつ。そっちじゃないよ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね。痴漢する割にはやっぱなんか今日その判決が出る。目立つ色の服着てんだよな。まあ、いい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの言ってんばりでよ。逆に体感いいよな、この女の人。こんだけなんか姿勢崩れても倒れないんだからな。ずっと触ってきたんです、スカートの中。違う違う違うってんだ。おいおいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんないよ、バカ野郎。マジでなんでメガネ外したの。一番意味わかんないんだけど、このゲームやっててメガネ外す必要あったん、これ。かっこいい俳優さんだよね、この人も。はあ、疲れちゃうよな。もう少し姿勢を正した方が。ふその態度でいいことは一つもないです。沙織さんだっけ。もうめちゃくちゃ可愛いんだよね。今さらどうせも判決は決まってるんでしょうか。鼻の穴見えてるよ。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに、ほんと印象悪いですよ。お、星野くん印象が悪い。まだ悪者だと思ってんだけど。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか。まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。有罪。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。第一フェーズは終了です。さて、ここからが本番だ。思わせぶりなこと言うんだよな、こいつ。出た。グリーンロース。ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が
僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君に風呂のいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。今の母のさ言い方めっちゃうまくない？なんでここで受けることになったんです？おお、最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？退職しなきゃいけないってきついよな。無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、うんうんうん、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。そうだよ、証拠揃ってんのにな。俺でもそうするかもしれん。カムロ署御用達の先生はサジを投げ、警察辞めさせられるかもしれないんだもんな。その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あんのか？興味あんのか？少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。どう繋がってくんだろうな。また新しい依頼いただけるんならいつでも。相変わらずの貧乏性か。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。めちゃくちゃキラキラしてる。好きでやってることですよ。全く聞きやしねえな。本当に好きなんだろうな。じゃあ恵子さんのことお願いします。お願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。海藤さん寂しがりやったからな、もう帰ってこないかなっつって。めっちゃもう子犬みたいな顔してるよ。微動だにしないんだけど。よう、行こう。そんじゃ行くか、タボ。一軒、町のぼったくり店をお掃除しにな。行こう。うん、行こう。よっしゃ、そう来なくっちゃな。めっちゃ目立つよな、こんなところで手錠してたら。お前がケイコちゃん連れ込んだぼったくり店は。そうだよ、だから俺はもうここまでで勘弁してよ。何勝手なこと言ってんだ。店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。あんたらもだぞ。そんなに怖いの、その店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どの道女を食いもんにするクズだ。きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。ああ、杉浦からだ。杉浦太陽ね。なんだよ、このタイミングでか。すっごけんな、ったく。いや、久しぶりだな。そうだね、話すのは半年ぶりくらい。元気だった？あのね、ちょっと聞いてほしいんだけどさ、八神さん。絶対声作ってるよな、この人。この間から、つくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。ん？おい、ちょっと待った。なんだって？探偵になったってことか、お前が。そう。横浜で同業者なんだよな。一応八神さんに遠慮して、カムロ町は避けたわけ。な、話がいろいろ急だし。それにつくもくんとって、あのつくも？他にどのつくもくんがいるの？ハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。それにあの人なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ。あいつと会うってなんかすごいよな。今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い、その話急ぐか。俺らこれから勝ち込み。後にしてくれ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、何なの、教えてよ。お待たせ。忙しいっつってんだろ。お前、行くぞ。ターボ、ターボ。コウスケいらないと思うんだけどな。埃がすごい。
もうハウスダストになっちゃうよこれ。病気になっちゃうよこれ。こんなとこにいちゃう。どういうことかまず説明しろや。店長。いえ、あの浜田恵子さんからぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえその声マジで腹立つ。この左のやつさっき電話で話したやろうか。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか、昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろ松金、ね、カムロ町でうちの名前知らねえなんざ、モグリよ。はあ。ちなみに俺はその松金組にいた。全然興味なさそうだな。カイトなんだ。お前も話には聞いてる。ああ左腹立つ。有名だよな。左も右も腹立つわ。顔。まあそうかな。松金のカイトといえ、おつむの弱さで知られてる。笠原に組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあほっときなって。ほっときなよ。キスオケ。煽り体制ないな。それより今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。手間賃乗っけて。800万だお前。やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりフード被んのやめなって。ここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。立ち方どうなってんの。最高だろ真ん中のやつ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。いいこと聞いたな。じゃあ、おっ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。八神氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦氏からも電話があったと思うのですが。ああ、つくも。つくもって名前マジかっこいいよな。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から八神氏にガチャ切りされたと聞きまして。何か気を悪くされたのですか。僕はもう心配で心配で、ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いやそんなのいいって。いいって。そうはいきません。今や杉浦氏と僕は同じ探偵事務所で働く同僚です。待ってくれてんのすごいよな。こうそれが社会人の礼儀。人間としての常識。分かった。じゃあ後で聞くから。聞くから。後でというとこちらからかけ直すべきでしょうか。だとするとおよそ何分後にかければよいか。で、どこまで話したっけ。ふざけやがって。そりゃねえだろうターボ。いい人なんだよな。待ってくれてるから。ぶっ殺してやる。スキルね。でみんな武器持たないの。なんかよくわかんないよね。普通武器持つくない。よし。ボッコボコなんだけど。被害総額どうなんだろうな。80万以上になってるよなこれ。よっしゃ。カモン来いやとかじゃなくて、カモンが出てくる必要があるんだろう。よし倒した。瞬殺だな。どれぐらい強いのかな八神さん。八神さん、西山ぐらい強いのかな。本当にお世話になりました。ありがとうございました。いやよかったね。これまで払わされた分全部戻ってきたって。そうなんです。無料でやってもらえるっていいよな。いいってことよ。ついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしな。何ももらったんだ。そうでしたね。マジ。いや冗談ですって冗談。で
ぼったくりの連中は結局どうなった？連中は町を出ていくみたいっすね。店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうから、コウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着です。でも医学やめさせられてちょっときついよな。いい勉強になりました。そっか。ええ、これからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますね。もちろんマッチングアプリも別のにします。そこが反省ポイントかよ、恵子ちゃんな。そもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかい？なんでですか？ネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよ。何割ぐらいが使ったことあるんだろうね。今時は当たり前なんだって。ああ、そんなこと言ってっと時代に置いてかれるぞ。へいへい、せいぜい気をつけます。バイバイ。そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですね。そうだな、もうとっくに裁判終わってるだろうに。二人でどっかしけ込んだか。甘いな、まだどうにもなってねえよあの二人は。俺近くで見てりゃわかる。矢上さんとそれも年の功ですかい。繋がってほしいけどな沙織さんは。俺はお前らよりよっぽどバカず踏んでんだ。松金のおやすさんと、それが源田先生になってほしいな。ああ、そうだったな。松金はヤクザ、俺は弁護士、裏と表って別の世界の人間だったが、この神室町で精一杯生き抜いてきた、いわば戦友だ。お将来着物着たいのは。お前らのためには墓参りに行ってやれ。ええ、言われるまでもねえす。マジで覚えてないけんさ、そのジャッジアイズのことを。じゃあ松金のおやすさんが死んだこと覚えてないよな俺。お邪魔しました。沙織さんたちとはまた今度。バイバイ。ご起立ください。やっぱ違和感あるんよな。なんかみんな、なんか裁判の人全員オールバックなんよな大体の人が。なんなんやろな、オールバック率がマジで。では判決を言い渡します。7割ぐらい超えてんだけど。主文、被告人江原明弘を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて初犯に執行猶予もなしですか。ええ、執行猶予あったら、ね、なんかただ懲役にならないね、懲役になるというか。これから判決の理由を述べますので、うんうん、被告人は座ってください。座ってください。ん、肌白。立ったままで聞きますか。検事さん、裁判長、肌白いな。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。もう身元は分かりましたか。はあ、何を急に。なんだこいつ。何の話ですか。分かりません。まだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。知らせてください。その死体の主は三越葉博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われずずっと濃々としていたんですから、法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。あのカンカンしないの、静粛にってやるやつ。これはどういうことですか。これはその、あの、ああ。
いやー、今日は久々に仕事したな。こっから新しいね。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲー。クリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。ああ、来るね。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。目細。それもそうだな。それ見えてんのかお前それ。やれやれ、相変わらず物騒な街だね。え、 PS5 さ、え、あれなんか道路にもなんか反射するんだったよね、光が。めっちゃ綺麗になってるわ、これ考えると。すげえわ。下手に目立つとああいう厄介な輩が難癖つけて絡んできそうだな。エンカウントバトル、うんうんうん、うん、今まで通りだね。これバトルリワード、経験値ね。うん、よし、やらなくていいのか。うん、あ、ごめん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 、海藤さん痛い痛い。かわいいな海藤さんは。痛い。よし、じゃあ今回はここら辺で終わろうか。じゃあまたね、バイバイ。